どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回はタクシー運転手として誰が一番稼げるのかやってみたいなと思います。そして一番稼げて優勝した人はこちらの賞金が手に入ります。これはすごい、めちゃくちゃいっぱいだぞ。そして今回使っていくタクシーはこちらです。まず1台目はこのリムジンです。2億円する、すげえ高級車です。超高いからね、乗り心地もめちゃくちゃ良さそうです。しかもかっこいい。そして2台目の車はこちらの電気自動車のゴルフカートです。そして最後は見ての通りおんぼろすぎるゴミ箱から取ってきたようなね車です。これもちゃんとエンジンはついてるので一応動くことはできますけど、乗り心地は最悪だし、フロントガラスはないので風がどんどん入ってきてとんでもないことになりそうです。まず最初にこの一番ボロいタクシー誰が乗らなければいけないのか、ルーレット開始、いくぜー。さあ、どうなるんでしょうか。嘘だろ。トレバーさんが一番ボロいタクシーとなりました。トレバーさん、残念でした。このボロいタクシーで頑張ってください。優勝はかなり難しそうですけど。それでは2台目のリムジンゴルフカートは誰が乗ることになるんでしょうか。ルーレット開始です。さあ、どうなるんだ。シミオンだ。シミオンめちゃくちゃ悔しがってます。まあでもトレバーさんよりはマシじゃない。頑張ってくださいシミオンさん。そして必然的に一番いい2億円のリムジンタクシーに乗っていくのはジョニーくんということになりました。さて誰が一番稼げるでしょうか。もうこれは普通に考えたらジョニーくんが一番稼げるはずなんですけど、どうなるか分かりません。じゃあまず最初にね、ジョニーくんからタクシー業務やっていきたいと思います。タクシーにお客さんを乗せれる数は3人までです。行ってきまーす。うわやば、めっちゃ速いし、すげえ、これは速い。すんげえ素晴らしい性能だね。これならもう絶対勝てるでしょう。いやジョニーくんめちゃくちゃいい車両取りすぎなんだけど、やっぱさすがね2億円するだけあるね。よし行くぜー。おー速いよー、すんげー。普通のタクシーこの横に並んでるやつだからね、やっぱ2億円するだけあって抜群にかっこいいね。早速ねお客さんが見つかったようなのでそちらに向かいたいと思います。行くぜー。もうすでに100キロも出してるぞ。そしてあそこにいたお客さんがいました。発見、到着。こんにちは。後ろの乗り心地はかなり良さそう。シャンパンもついてるしテレビもついてるし充電するとこまでついてるという、ちょっとね信じられないほど至れり尽くせりのスーパー車両ですね。さすが2億円だ。さあそして早速動くんですけど、ジョニーくん早速すっちゃいました他の車に対して。大丈夫か。これで評価が下がるかもしれません。なので稼げる数が少なくなるかもしれないんですけど、おーすげー。2キロ離れてるからね結構急がないといけないんですけど、見てくださいジョニーくんの運転の仕方やばい。130キロも出してる。うわ、ぶつかってるよ。大丈夫なのこんな運転してて。乗ってるお客さんは怖がってないんでしょうか。いやー、素晴らしい加速だよ。快適だよ。ということで、お客さんはね、かなり喜んでくれてますね。それならいいんですけど。それでは行きましょう。早い早い早い。すごいスピード出してるぞ、ジョニーくん。ということで、ついに着きましたよ。ここみたいですね。さあ到着。あー最後の最後にとんでもないことしちゃったぞジョニーくん。大丈夫。それでもかなり稼げたぞ。マジか。チップで64ドルももらいました。すげえ、ありがとう。合計で335ドルです。えげつねー。あ、後ろで写真撮ってる人いるね。さあ来ましたよ。次のお客さんのところに向かいましょう。 200m 後ろにいます。さあ赤信号を無視して渡ります。さあそしてこの辺りなんですけど、到着。行き過ぎた。バックします。はい、こんにちは、見えてますか。後ろにいますよ。こんにちは。さあお乗りください。出発しましょう。メガモールまで行ってくださいということですね。 1.5 キロか。これはちょっと短いね。距離が短いのでその分基本的な運賃は下がるんですけど、まあその分早く行けるんでね、そこは楽ですね。おー、めちゃくちゃスピードアップしていくよー。この大通りはいいね。めちゃくちゃ加速してる。166キロ、えげつな。そして曲がりまーす。でここで加速。
いっけめっちゃスピード出してまーす。アップだー。すんげーぶつかってるような気がする。ドカーン。ジョニーくん大丈夫か、そんな運転で。うおー怖い怖い怖い一人称視点だったらめちゃくちゃ怖いスピード出してるね。おいちょっと運転が荒すぎねえか、さすがに危ないぞ。ちょっとね怒られてますね。さあということでメガモールに到着しました。よしどうなるんでしょうか。え、それでもチップ53ドルももらってるぞすげえな。189ドルです合計で。さあということで最後のお客さんを迎えに行きたいと思います。さあ次はこっち側ですね。このギャングのところにいるのかな、もしかして。もうめちゃくちゃボロボロになっちゃってるよ、こんなタクシーやださあこの近くなんですけど、こんにちは。あ、ここにいますね。さあ乗ってください、出発しまーす。服屋さんかな、次は向かう先は。服屋さんに向かってちょうだい、急いで。急いでって言われたジョニーくん、すんげー急いでるね。そこまで急がなくてもいいんじゃない。全く交通ルールを無視して急いでおります。確かにこれだったら早いかもしれませんけど、危険度はめちゃくちゃ増すと思いますけど。早く、もっと急いで。どんだけ急がせるんだ本当に。ということでついに到着です。ここですね。さあ、うおー、チップ結構もらったね。55ドルもらいました。ということで、合計で178ドルです。さあ、戻ってきました。ジョニーくんは、合計で702ドル稼ぐことができました。すげえ。ロスサントスめちゃくちゃ稼げるね。さあ、それでは次はシミオンの出番です。こちらのゴルフカートなんですけど、どれぐらいスピードが出るんでしょうか。やっぱスピードが遅いとね、仕事がやりづらいと思うので。うわー、これはちょっとシミオン結構ハンデあるんじゃない。あ、でも結構加速はするんだ。一応60キロは出るから、70は出るね。まあ最初の加速が結構遅いのでね、それがかなりのハンデになりそうです。電気自動車なので静かなのはいいと思うんですけどね。さあシミオンさん、早速お客さんのところに向かっております。さあお客さんはこの辺りのはずなんですけど、いますかな。あ、いた。じゃあドラッグストアの方まで行ってくれない。ドラッグストアまでですね、了解しました。しっかり捕まっておいてくださいね。行きますよ。こちらの車なんですけど電動なのでめちゃくちゃ静かでしょ。え、そんなのわかんない、どっちでもいいわということみたいですね。別に電動だろうがエンジンだろうがそんなの別にどっちでもいいみたいで。とにかく急いでくれる、もうお腹痛いんですけど。ということでドラッグストアに薬を買いに行くみたいで、早く急げと言ってますね。ちょっとね道が混んでるのであんまり早く行けないんですけど。もうお腹痛いから漏らしちゃいそうなんだけど。それはまずい、急げシミオン、早く早く早く。ここで漏らされたら大変なことになるぞ。早くするんだ、急げおお、シミオンもついに交通ルールを破ってスピードアップし始めました。すごいぞ、93キロで、わーわー、シミオンしっかりしろシミオン、これはやばい、危ない危ない危ない、よかった。ふー、すごいね。今のでちょっと漏らしちゃったかも。嘘でしょまずいぞシミオン、すごいシミオン焦っちゃってます。これはまずいまずいまずい、急げ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 、しっかりしてしっかりして、めっちゃフラフラしてるぞ。あと 700m なのでね、急げば大丈夫です。めっちゃ渋滞が待ち構えてますけど。わー、シミオンどうした。うおー、めっちゃ突っ込んだ。さすがに無理でしょう、さすがにパワー不足で押しのけていくことはできない。なので仕方なく渋滞を待ってましたけど。おお、スピードアップしようとしてるね。頑張ってシミオン、あと少しだよ。もう我慢の限界なんだけど。まずい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 、急げシミオン、早く、あと 300m。 すごいぞ、赤信号を無視して交差点に通過。もう一回交差点通過しました、信号無視プラス逆走で。おお、見えた見えた見えた、ここだここだよ、薬局。薬局入れるんでしょうか。歩道から入ることにしたみたいです。なんとかギリギリセーフ、到着ですチップ56ドルももらってる、すげえ。329ドルです合計。シミオン、次の仕事があるまで掃除をすることにしました。さあ次の仕事が入りましたよ。186メートル先です、もうすぐ近くだね。行きましょう。もうシミオン完全に交通ルールを破っております。
さあこっち側かな。こんにちは。うおー、まさかのギャングです。あー、なんか用か。ガンツケンじゃねえぞ、早く行けよ。ということで、やべえ客が来ちゃいました。どうしましょう。これはまずいぞまずいぞまずいぞ。シミオン、なんていうことだ。わしはな、拳銃持ってんだ。すげえだろ。なんか変な自慢してきました。どうするんだこれは。この前タクシー強盗やったんだ。そしたら結構儲かったぜ。ということで、やばいぞこれは。まずいまずいまずい。どういう、どうしようどうしようどうしよう。シミオン、どうするんだどうするんだどうするんだ。ええ何やってんの何やってんの。え、シミオンが急にバックしてる。え、シミオンどこ行ってんの。嘘、逆走してるよ。おい、どこに向かってんだ。反対側だろ。なぜかわからないけどこっち側に向かっております。おい、まさか警察に行こうとしてんじゃねえだろうな。おお、そうみたいな。なんていうことだ。シミオン、警察署に逃げ込んでます。シミオンが警察署の方に行ってますけど、やばいやばいやばい。シミオンどうするんだ。シミオンが、シミオンが警察署に向かってます。マジかー。しかし残念ながらロスサントスの警察署大忙しで誰もいません。これ警察署の意味あんのか。誰もいないんだけど。おーい、誰かー、誰かいないの。これみんな出動しちゃってるみたいですね。まあロスサントスは事件が多いので事務係が誰もいないぐらいね、全員出動中なんで。なんていうことだ。シミオンどうするんだ。シミオン仕方なくタクシーの中に乗り込みました。ロスサントスはな、警察官の数が少ねえんだ。余計なことすんじゃねえ。ということでシミオンは仕方なく目的地に連れて行くことにしました。今のでタクシー運賃 50% オフにしろよな。ということで 50% オフを迫られてますけど、シミオン大丈夫か。急げシミオン、早くあと 100m でこの変な客を降ろせるぞ。さあということで着きました。まあ今回は勘弁してやるよ。でも結構もらってるんだけど。チップで56ドルもらってるぞ。で、合計365ドルだって。ということで、休む暇もなく次のお客さん、最後のお客さんですね。160メートル先です。シミオン、頑張って。さあ次はどんな人が乗ってくるんでしょうか。うわ、やばそう。露出魔じゃないこれ。また変な客来ましたよ、これ。裸で乗ってきたよ。どうすんだ、これ、変なの。武器屋まで行ってくれ。やば、絶対やばいやつじゃないかこれ。これはまずいぞ。テロリストだなこれは。ということで警察署に行こうかと。わー、大丈夫かシミオン。考え事せずにしっかり運転して。あそこなんだ、早く行ってくれねえか。どうするんだこれ。あった、武器屋ですね。おー、武器屋の中に突っ込む。ありがとう。ちなみに先ほどの人なんですけど、ゲーム内の名前では薬物中毒者っていう名前がね、付けられてましたね。ということで、でも結構ね、お金もらったんじゃない今ので。ということで、シミオン、とぼとぼと帰ってきました。でも、結構稼げたからね、合計で910ドル稼いだので、ジョニーくんよりも稼いでます。なんていうことだ、意外と稼げてるじゃないか、シミオン。今のところ暫定1位です。あとはトレバーさんがどれほど稼ぐかによって変わってきますけど、今のところ一番、この賞金に近いぞ。さて次はトレバーさんです。もうこのオンボロすぎる車で一体どれほど稼げるのか乗ってみましょう。見てください、これエンジン壊れてるんじゃないのこれ。やば、えげつないな。ギョ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 、これはひどい。ひどすぎる車だ。こんなのお客さん乗りたがらないでしょ絶対。1円でも乗らないよこんなの。後ろの方にはね、布団まであるので車中泊もできます。素晴らしいタクシーです。扉もないしフロントガラスもないし、ハンドルはこんななんかギザギザしてるんで、ちゃんと運転できるかも分かりませんけど、今のところ動いてます。すごい煙が出てくるんだけどね。ということでお客さんが見つかりました。そちらに行きたいと思います。こんなの乗りたい人いるんだ。着いた時にめちゃくちゃびっくりされるんじゃない。でもめっちゃスピード出るぞこれ。やば、すんげえ速いんだけど。まあ車体はボロいけどタイヤはちゃんとしてるのか。今のところパンクとかも全くないし大丈夫そうだね。これならいけるんじゃないトレバーさん。おお、こちらの人はまともそうですね。よっこらせい。なんか煙出てるけどこれ壊れてるんじゃねえのか。いや大丈夫なんですよお客さん。すんげえ壊れてるようにしか見えないよね。さあトレバーさんはどうするんでしょうか。すごいぞトレバーさん、こんな
交通量めちゃくちゃいっぱいの中逆走してるよ。マジか。すんげえことやってるね。めちゃくちゃショートカットしました。まあこんなボロかったらね、たとえこうやってぶつかったとしても痛くも痒くもないからね。こっちはこっちの車がいくら壊れようがね、最初から壊れてるんで、もうどっちでもいいよね。行くでー。うおー、すんげースピード出る。嘘だろ、信じられないんだけど、これやばいほどスピード出るね。いや思ってたより快適だな。うわお、ちょっとちゃんと運転してくれよ。さすがに怖かったぞ。嘘だろ、手配度1ついちゃったんだけど。マジかよ。さすがにこのボロい車で走ってたらダメだったみたいだね。そんなめちゃくちゃハンデなんですけど、こんな手配度がつくなんて思ってなかったからね。もうこっち側行きまーすすんげーショートカットしてる危ないな。さあそしてそしてすげースピード出してます。まあ手配度1だったらね、トレバーさん的には余裕なんじゃない。もういつも手配度4ぐらいついてるんでね。さあそして続きましょう。ここなんじゃない。もうちょっと違いところに置いてくれよ。それぐらい歩いたらいいのにね。ちょっと歩くだけなのにそれも嫌みたいで。ここでどうでしょうか。いやーここもちょっと遠いかもしれない。あと30センチぐらい前に行けるんじゃないの。嘘でしょ。ありがとう352ドルもらったぞ、すげえということで次のお客さんのところに行きたいと思います。これエンジン持つのかちょっと心配なんだけど、すごい煙が出てる。さああと 250m 後ろに行きましょう。こちらだ、トレバーさん頑張って、このオンボロカーで。さあ曲がります、到着。お客さん誰かわかんないけどパンツ見えてますよいい服欲しいから浮く屋さんに向かってちょうだい。じゃあ早速行きますね。はい、あ、なんだこれ、なんだか、うわ誰だこれ、嘘だろ、タクシー強盗だこの野郎、タクシー強盗が来たぞ、この野郎。なんかお金持ってるかなと思ったけど、お金持ってないのか、残念。ボーナスゲットできるかと思ったのに。うわぶつかってきた、なんだ今の車、やっべ。この先まっすぐ行ってちょうだい。じゃあ捕まっといて。うわー、ふわー、大丈夫ですか、あれお客さんはめちゃくちゃ吹っ飛んだすんげえ煙出てる。いやーこの焼肉みたいな匂い最高なんだけど。まあこの人はね、この車気に入ってくれてるみたいでよかったですね。さあ手配の位置ついちゃったぞ、トレバーさん頑張って、服屋さんまであと少し。かなりぶつかってるけど今回大怪我してるのトレバーさんだけだね。さあ警察署の横にある服屋さんかな。え、ここでいいの。おお、221ドルしかもらえなかった、そんなにもらえてない。やべえ、めちゃくちゃ撃たれてるぞ、逃げてトレバーさん、やばい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 こんな撃たれてる中、次の最後の仕事ですね。舞い込んできました。次は、ちょっと待って。これ道じゃないんだけど。こんなとこ、ああ、あそこか。あそこにいますね、お客さん。嘘でしょ。行きまーす。こんなところにタクシーを呼びつけるなんて。なんてやつだ。さあ、着きましたー。到着ー。酒が切れたんだ、お酒屋さんまですぐに向かってくれ。酔っ払いが乗車してきました。さあそしてあと2キロ先のお酒屋さんまで行かないといけません。手配度2ついてますけど。え、手配度2だってそんなの気にしたことねえぞ。うわお、最高だな今のめちゃくちゃ楽しんでくれてますね。やべえ。ただ命の保証はできないですよ分かってんのかなすげえ、やばい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 、めちゃくちゃ狙われてるんだけど大丈夫一発弾当たっちまったかもお客さんに一発弾が当たったみたいでなんていうことなんでしょうか、これはやばすぎるね。ということで手配度が3になる前に急いで仕事を終わらせたいところです。ほら加速、すげえ、うわすごくない、こんなにボロボロでもかなりスピード出るし、素晴らしいね。タイヤも全然パンクしてない、まだいけるいけるいける、これなら。まずいまずいまずい、またパトカーが来てるぞ、なんていうことは。うーわー、押された、うーわー、まずいよまずいよ、やばいよやばいよ、うーわー、おー、すげえ狙われてる狙われてる狙われてる、うーわー
大丈夫なんこの人。やばいやばい、前にいる前にいる前にいる、めちゃくちゃ狙ってきてる、めちゃくちゃ狙ってきてる。まるで映画を見てるみたいだな。最高だぞ。めちゃくちゃ楽しんでるねこの状況。さあそしてシミオンのお家が見えてきました。そこを登っていくみたいです。信号機まで破壊してるトレバー、やばすぎでしょ。さあもう少しでお酒屋さんに着くよ。うわー、どいて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 、うーわーやばい、早く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 めちゃくちゃ狙われてる。よーし到着ということで、めっちゃもらった、すげえ555ドルだぞ。ということでトレバーさん戻ってきました。これはすげえ、まさかのトレバーが優勝なんじゃない。これはまずジョニー君が702ドル、そしてシミオンが910ドル、そしてトレバーが1128ドルでトレバーさんが優勝しました。すげえ、たとえ廃車寸前のこんな車でも一番稼ぐことができたぞすごすぎるぞ。そして優勝者にはこちらの賞金が、トレバーさんおめでとうジョニーめちゃくちゃ悔しがってる。ということでチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。